どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回は進撃の巨人タクティクスやっていきます。ってことで今回もねガチャの方を引いていきたいと思うんですけど、こちらですね、はい、進撃フェスっていうねガチャが開催しているので、今回はこちらのガチャね、70連引いていきたいと思います。そう、まあ今ね水晶の方が2200あるので、まあ、70連分で引けるんで、こちらをね今回引いていきたいと思います。でこの進撃フェスの提供割合なんですけど、星5が 2.5% ということで、通常のガチャとね星5の確率変わんないんですよね。で今回追加されてる星5キャラがこの5名ですね。オルオ、ジャン、エルド、エレン、ハンジ、この5人です。で今回追加されてるこの5人なんですけど、僕まだねどのキャラも持ってないので、まあ星5が出ればね新規の獲得という感じになります。その中でもやっぱエレンとかねジャンとかハンジさんが欲しいかな。そう、本当はミカサとかリヴァイがいればね一番欲しかったんですけど、まあ、今回は追加されてないみたいですね。で星4はミカサまだ持ってないんでね欲しいです。ではいきます、10連でいきます。ね本当ゴールデンウィークガチャとかもね結構我慢したんでね、エルヴィンとか追加されたやつちょっと読み込みが遅いね。戦わなければ勝てない。久々のいけエレン。いやもうめっちゃ我慢したからね最近ガチャ。演出はどうだ。おお来た。なぜか訪れしてるけど来たよ確定演出。アルミンが来た。よろしく頼むぜ。おおってことでまず1人目フーゴ、星4いいですね。これ誰来るか。星5確定ですよね。おおフランツ、フランツが息してないの出るたんびに行っちゃうかもこれ。そしてナイルですね。いやちょっと演出重いんだよね毎回毎回。さあどこで来るか。おっ、わあ違ったサムエル。ちょっとねこれが星子に見えるんだよね一瞬。どこだ。頑張るよ。ああダズ中東兵だ。どこで来るか。うーん違う、デニス。そろそろ来ると思うんだけど。お、違うサシャ。何か食べ物あります？ちょっと星子に見えるんだよね。このシルエットか何とかしてくんないかな。さあこれか。いや違う、バルツ。どこで来る。来るよね多分、確定演出ですよね。あれミリウス、あれ来ないぞ。どこだ。おお来た。巨人はどこ。来たハンジさんですね。やったこれは嬉しい。ってことで星5確定演出からハンジさんの、星5ね引けました。いやー新しいキャラですよ。いやーめっちゃ嬉しいわハンジさん。オッケーこの調子でいきましょう20連目。じゃあ初っ端から星5確定演出来てハンジさん引けるとは思わなかった。いきましょう20連目。いやー引けちゃったね。おおマジ2連発嘘でしょ。これ来たよねまた星5かぶりとかの可能性もまああるけど。ああ三度さんやるなは来た。まあハンジさんでも嬉しいけどできれば新規が欲しい。頑張るよ。ああダズ違う、そうじゃない。ちょっとね演出が遅いんだよね本当にこれ。踏ん切りがついた。ああトーマス貴公子に食われちゃうからね。おお来た、ま、適当に頼むぜ。ジャンこの死に損ないがって。いやマジか、ちょっと今回激アツすぎない進撃フェス。確率見たところねそんなになんかいつものガチャと変わんないじゃんとか思ったんですけど、いやこれすごいね。お風呂よろしく頼むぜ。いいね。いややばいな今回アルミン来た。シガンシラク出身アルミンアルレルト。アルミンアルレルトそしてこれはおおマルコボット、これ初ゲットかな。待って、ちょっと待ってハンジさん、あれ2枚来た。このガチャ10連で20連目、やばまさかの20連目、星5に連発。今回ちょっとやばくない。行きましょう。ジャンもゲットできちゃいました。30連目ですね次が。戦わなければ勝てない。いけ、いややばいね。あと来てないのがエレンとオルオさんと、あとあれか、ミカサ来た。うわ確定演出。あとエルとかこの3人が来てない。おおまず1人コニーってことで、待って3連発の確定演出これ神引きすぎない。ちょっとこれはやばいでしょ。ボリス3連発まさかの確定演出、しかも鎧の巨人来たからね。ミーナ、ミーナカロライナ、
最初にやられちゃうからね。リヴァイ反応実力を見せてやる。エルドやば、引けちゃいましたね。そして、フランツ息してない。いやこれちょっと今回激アツすぎないか。踏ん切りが。おお、トーマスついたかな。ちょっとなんか最初の方に死ぬやつばっかり来るんだけど、いやー今回やべえわ。あいつらに恩返しはハンネスさん。いやあとだってこれでエレンと、誰だっけ、オルオさんかの星5引けたら、まあ、今回のね星5排出キャラコンプってことになりますからね。やばいね今回進撃フェスついたかな。熱すぎないかちょっと。およろしく頼むぜフーゴ。いやーちょっとみんなの引きが気になるわこれ。はい、そんな感じで30連目も確定演出から、エルド来ましたね。これはやばいよ。では40連目いきましょう。いやマジワンチャンコンプしちゃうんじゃない。戦わなければ勝てない。いきます。今日4回目の戦わなければ勝てない。さあ演出はどうだ。うえー、マジ、ちょっと待って、4連発アルミンおーからのアルミン、やばくないか今回この進撃フェス。ちょっともうやばいしか言ってない。ちょっとやばいカウンターっていうのがあったら今日やばい何回言ってるかは数えたいんですけど。おお、オルオさんも引けた。マジ、ここまでだって星55体引いてることになりますからね。ハンジさんが2連発と、あとはオルオさんじゃん、あと誰だっけ、エルドか。やばいな今回シス。いやあとエレン引ければ、今回の排出キャラは星5コンプですね。いやーちょっとドン引きだわこれは。いや最近ねアニメの方がねすごい面白いからその話もしようと思ってたんですけど、その話をする暇もないよね。おーてことでサシャ、何か食べ物あります？まあこういうサシャとかね、コニーとかもたくさんゲットしておきたい。あの覚醒できるんでね。いやーちょっとこれは正真正銘神引きでしょう。はい、ということで40連目なんですけど、またね確定演出から、オルオさん引けましたね。エレン引いたら終わりにします。70連引こうとか言ってたんですけど、もうエレン引いたらコンプなんでね。戦わなければ勝てない。行きましょう。引く必要ないんでね、もうこれ以上。ここまで来たらもう一回来るか。ああさすがに来ないか。あでも赤演出、赤演出はなんだっけ。志願しなく出身アルミン・アルレルト。うん、アルミンいいね。赤演出はワンチャン確定演出だっけ、ちょっと思い出せない。黄色が確定だっけ。頑張るよ。さあってことでタップをしていくがどうでしょう。いやーでも本当に進撃3期今3話放送されてるんですけど、すごい面白いよね。あの絵が綺麗。踏ん切りがついたかな。トーマス来たね。もう超かっこいいからね。あの特にあのミカサとなんだっけベルトルトの戦闘シーンめっちゃかっこよかった。踏ん切りがついたかな。普通に3期面白いよねやっぱり。さあところでフランツ、なるほど。さあエレンが来れば確定コンプだが、踏ん切りがどうでしょうか。ついたかな。トーマス最後は、あハンナいいね、夫婦できたね。ってことで、40連目50連目かなは星5ですと。では60連目いきましょう。ここでねエレンとか引いたら勝てない。多分動画史上一番の神引きじゃない。コンプだからね。あーさすがに来ないか。青演出、やっぱ赤は確定じゃないみたいですね。黄色演出がやっぱ確定だったかな。さあってことでここは星4が出ればまあいい感じかな。いやーでもほんとミカサとかねずっと欲しいって言ってるんですけど、星4のミカサ当たんないんだよね、なんか知らないけど。踏ん切りがついたかな。星4のミカサ当たんない割には星5がいっぱい出たよね今回。いやでも普通に嬉しいわ。やるなっは。いやでもこういう星音とかもたくさんかぶっておけばね覚醒に使えるんで、その辺もゲットしておきたい。トムでもやっぱり104期出ない感じしますよね。あんまりあの三度さんとかね はたくさん来るんですけど、そこマルロとかは割と来るんですけど104期来ないよね。頑張るよ俺なりに。マルロも一応104期か。ただあのね僕も最初の調査兵団に行く行かないのあのクソマルコとかが来てないかな。ただ今回星音多かったですね。では70連目いきましょう。ここまですでに神引きですが、最後ねこの70連目でまた星子確定演出なんか引ければね、もう YouTube 史上一番の神引きって言えるんじゃないかな。
行きましょう。ラストです。70連目、一系エレン、兄は来る、そして最後。まあさすがにね、さすがにね、もう来ないよね。お、モブリット。いやーでも今回やばかったね。あれ？どうした？グンタさん、なんだ今の、処理落ちしたね今。グンタさんは初ゲット、嬉しい。さあミカサが引ければいいとこだったが、残念ながらミカサは引けずと。はい、そんな感じで70連、引き終わりました。いやー今回のこの進撃フェスやばかったねまたやばいって言っちゃったけど本当にやばかった。もう間違いなく YouTube に上がってる動画の中で一番神引きしたんじゃないっていうくらいのね、引きでしたね。はい、とりあえず当たったキャラちょっと見ていきましょうか。はい、ということでこちらが現在使用可能な僕のねユニットなんですけど、もともと持っていたね兄がいて、ベルトルトがいて、でオレオさんが今回当たってエルド、それからジャン、いやジャンも嬉しいねやっぱり。でハンジさんが2回当たったと。これでね現在星5ユニットが、まあ、6体手に入ったという感じになります。まあ正真正銘のね神引き回だったんじゃないかなと思います。いや本当にこれ以上の神引きないんじゃない。まあ今回当たったね星5は早く育ててね使っていけるようにしていきたいなと思います。はい、そんな感じで今回は進撃フェス70連でした。もしよかったらね皆さんこのガチャ引いた方ね、何連引いて何当たったとかね、教えていただけたらなと思います。はい、そんな感じで、この辺でこの動画終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がね、もし神引きだと思った方はぜひね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、じゃあね、バイバイ。